はい、皆さんこんにちは、林です。本日はですね、年金がですねもらえない年金0円の高齢者の現実、こういったですね記事をですね見つけましたので、本日はですねこちらについて解説をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味がある方は、ね、最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。ラツケスターレ。はい、それでは早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。国民年金は強制加入だがというですね、年金0円の高齢者の現実というのはありますけども、基本的にですね、日本人なら国民年金は強制加入だから年金がゼロという人はないんじゃないっていうふうに言う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、実際にはですね、その国民年金すらですね払ってこずに過ごしてきた方っていうのがですね、100人に1人、まあ、要は全体で 1.3% ほどいらっしゃるみたいで、まあ、そういう人たちっていうのは本当にもう今年金ゼロの状況で老後の生活を始めているというところになってきているようです。なので厚生年金は平均受給額っていうのがまあ14万5千円で、国民年金だと5万6千円、まあ、これが生活資金の基盤になるんですけども、全く蓄えがない方々がもし年金を払ってない状況になっていると、これすらももらえなくなってくるというところで非常にリスクが高いですね。なのでまだは自分は若いから大丈夫ということで、年金を払ってない人っていうのはですね、自分で資産運用とかをして資産を作っておく必要がありますし、それができないんであればですね、一生働き続けなきゃいけないことになると思いますし、一方で働きたくても健康もし損なってしまったらですね、働くこともできませんから、そうすると今度は生活保護者とか、まあ、そういうことになってしまったりとかしますので、自分の人生についてですね、しっかりと考えていく必要というのはやっぱりあると思います。まあ、私もですね、ずっと厚生年金を払ってきておりますし、まあ、今はですね資産運用とかも結構していておりますので、年金が万が一もっと少なくなってもいいように日頃からですね運用っていうのはですね意識しておりますので、そうやって意識をして動いていればですね、年金が例えば全くもらえなくても暮らしていけるぐらいのですねファイナンシャルプランっていうのはね作っていける可能性があると思うんですけども、年金も払っていない、貯金もしていない、資産運用もしていないって方はですね、老後にかなりね厳しい現実が待っていると思いますので、NISAとかも今年枠が広がりましたし、そのねうまく使ってですねしっかりとやっていくっていうのがですね、かなり重要になってくると思います。私が常に言ってると思うんですけど、人生ではですねもうありとキリギリスのまさにそういった状況でありまして、しっかりとですね準備してですね溜め込むというよりも、しっかりと資産運用をしっかりして資産を形成していくっていうので、ね、やっていかないとですね、まあ、本当に2000万円問題とかで、ね、がありますし、そういうのはねやっぱり出てくると思いますので、しっかりとですね意識して毎月少しずつでもいいので、運用していくっていうのをですね、全国民がですねやっていく必要があると思います。特にこれからはですね、少子化でどんどんお年寄りを支える若者が少なくなってきているわけですから、我々よりももっと下の世代っていうのは払い損というふうに言われるといいますか、年金は払ってるけど自分たちが年配になった時には逆に払ったもの以上にもらえなくなるというのがね、非常にやっぱりリスクだというふうに、ね、言われてますけども、まあ、そういう時代がね本当に今までは来ると思いますので、まあ、しっかりと資産運用っていうのは、ね、自分でしていくっていうのはですね、自己防衛につながるのではないかなというふうに、思っております。はい、ということですね、まあ、こういった、ね、記事はねちょっとエクスリームのところがあるんですけども、そういった方々もね実際にいらっしゃるというところで、ぜひ、気をつけて頑張っていくしかないかなというふうに思ってますので、視聴者の皆さんもですね人生のプランニングというのはしっかり立ててですね運用の方をしていってほしいなというふうに思います。それではですね、本日のコンテンツは以上となります。本日のコンテンツが良かったことはぜひいいねをお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からお願いします。X の方も先生こちらの方からフォローして幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、こちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.